ダイダロス計画は英国惑星環境界が1973年から1978年にかけていった構成間を航行する原子力推進宇宙船の研究における交中計画である。アラン・ボンド率いる多数の科学者やエンジニアが参加した。名前はギリシア神話のダイダロスにちなんでいる。 ダイダロスロケットの模式図目的地は太陽系から約5.9光年の地点にあるヘビ使い座のバーナード星を想定した。この光柱に使用する高性間宇宙船ダイダロス号は地球軌道に建設され全長は195.3メートル5万4千トンの初期質量を持つ。そのうち燃料が5万トンで実質的なペイロードは450トンである。 二段式の宇宙船として考えられていた。第一段は2.05年間動作し、宇宙船を高速の7.1%まで加速した後、放棄される。第二段は1.76年間で、宇宙船を高速の12%まで加速して停止、その後は46年間の完成飛行を行う。このスペックは、科学ロケットの能力を超えており、またオリオン計画で研究されたような、 普通の核爆弾を爆発させるタイプの原子力ロケットの能力さえも超えていた。そこでダイダロスでは電子ビームによる重水素ヘリウム3のレーザー核融合を使い、簡単なく爆発を連続させる推進法が考えられた。1秒間に250個の燃料ペレットを核融合爆発させ、そこから生じたプラズマ磁場によるノズルにより制御される。 ダイダロスの第一弾では、毎秒250回、2.5ギガジュールの電子ビームを、数グラムの燃料に打ち込んで、核融合を起こさせるが、この時の出力は100億キロワットイコール136億馬力にも、達する。人類が開発した、ロケットエンジンで最大の出力を持つサターン V 第一弾の、F、F-1 ロケットエンジン5機の総出力が約1億6千万馬力である。 ことを考えると、まさに桁違いの出力と言える。他方、第2弾は、電子ビームのエネルギー、燃料の質量、核融合による出力ともに、第1弾よりほぼ1桁小さい。しかしプラズマの排出速度は、ほぼ等しい。核融合推進の中でも重水素とヘリウム酸の混合物を燃料とする方式は、核融合反応によって生み出される。 エネルギーのほとんどすべてが推進力として有効な家電粒子に変わるため最もエネルギー効率が高いとされる。この場合、宇宙船の最適噴射速度は高速の8.94%と計算されている。平均推力は第1弾が7.5メガニュートン、第2弾が663キロニュートンである。また、これらの推進システムは 1> 第1弾の質量が944トン、核融合を起こす、反応質の半径は50メートルであり、第2弾の質量は220トン、反応質の半径は20メートルである。核融合で発生したプラズマを押し返して、宇宙空間に排出、噴射させるための磁場は、4組の超電動コイルによって、発生させる。構成化宇宙探査ではなく、 未来の太陽系内輸送機関として考案されたものとして、ローレンス・リバモア国立研究所で、ロデリック・ハイド、J ・ナッコールズラが1971年から研究を続けていたレーザーパルス核融合ロケットがある。1983年にハイドがまとめた設計案によれば、この宇宙船の次長は486トン、パルス周期は毎秒100発で、 最大水力は3メガニュートンとなっている。太陽系のそれぞれの惑星が地球に最も接近している時に最大加速で飛行すれば火星までは9日、木星までなら約40日、冥王星へも約154日で人員を送り届けることができるという。1500トンの貨物を積んだ場合でもその2倍強の時間しかかからない。ありがとうございます。